皆さんこんにちは、ナンバー編集部の和久井です。今回はナンバーナイトボリューム6ということで、発売中のこの号、日韓ワールドカップ20年後の告白というあの特集についてお話をしていきます。で今日、一緒にお話をしてくださるのはこの特集の中で、2本の記事を書いてくださって大変お世話になりましたライターの金子達人さんです。ナンバーナイトだったのね。ナンバーナイトという全然昼やけど全然昼間なんですけど一応そういうタイトルになってますので、はい、お願いいたします。今回金子さんにはですねこの特集の関東の中田秀俊さんのインタビューと特集の一番最後を飾っていただいた、元サッカー協会会長の川淵三郎さんの2本の記事を、ご執筆いただきました。でその2本については後ほどじっくりと伺っていくんですけれども、今回特集の中でご登場いただいた選手とか新聞記者の方に印象に残っている試合っていうのを共通質問で聞いてるんですけど、はい、1試合あの大会で挙げるとするとどの試合ですか？2002年。はい、ないんですよ。ないない。覚えてない。覚えてないというか、正直試合内容的にはしょっぱい試合が多かったので、あえて言うならテレビ観戦でしたけど、はい、韓国対スペインかな。お、95年から僕97年までスペイン留学してましたんで、スペインという国がすごく大事だったし、はい、でスペインがワールドカップで優勝する日なんか未来永劫来ねえよってセルジュエチゴさんとかに言われながら、はい、いやいや絶対に来ますと言い続けてて、はい、イタリアがまあかわいそうな形で消えたじゃないですか。はい、はい、来たチャンスタイムと。なるほど、スペインの大会だと。はい、もう日本も負けたしこれからスペイン一本で応援していこうと思ったら、2点取り消されてのわけのわからん PK 負け、はい、しかも外したのが大活躍してた、で僕が大好きなベティスっていうチームでガーッと台頭してきたホアキンが止められて終わったと、はい、いやこれここで勝てないと多分スペイン本当に未来永劫勝てないかもって打ちのめされたのは覚えてますね。なるほど。あの当時のスペインは今名前出たホアキンが右ウィングで台頭してきて、はい、ラウールがエースでいて、うん、イエローとかがまだ後ろで健在で、はい、まあ、いわゆるその2010年に優勝する前のまでのスペインとしてはかなりいいメンバーが揃ってましたよね。かなりいいメンバーでしたね。で軸のバルセロナの選手たち もう出てきてましたし、これはいけると思ったんですけどね。それが、はい、確かにホアキンの クロスがラインを割ってると誤審を受けて取り消されたりといろいろありましたもんね。はい、でも金子さんその試合はテレビってことでしたけど、韓国にも行かれて日本も行ってました。あの日はそれこそセネガル対トルコが大阪であったんですよ。はい、でワールドカップの試合の申請って早い段階でやらなきゃいけないじゃないですか。はい、で日本が仙台で勝ってたらその日大阪の予定だったわけですよ。なるほど。それはいくらスペイン大事でもやっぱり日本を見なきゃいけないだろうということで大阪申し込んだらああいうことになりまして。なるほど。長居のプレスセンターで見てた記憶ありますね。なるほど。スペイン韓国は。へえ。じゃあなんて言うんだろう、ある意味一番見たかったというか思い入れもあった試合が、まあ、日本の次に思い入れあった試合を生で見られなかったっていうこともあったんですね。まあ、生で見てたらブチ切れたかもしれないですけど。そうですね。なるほど。いや、まあ、本当にもう心の中指立ちまくりでしたからね、あの試合に関して言うと。じゃあ結構審判団に対するなんかおかしなんていう意見というか、はい、ふざけんなと。なるほど。もう審判の買収とかってはる、うん、か昔の話だと思ってたら、これってひょっとしてって思わされた試合でしたから、なんか未だにそんなことを20年後でも今回の取材でも言ってらっしゃる方がちらほらなんかいらっしゃいましたね、なんかね。うん、でも今金子さんがあんまり実は記憶にないっておっしゃっていたっていうことを、実はインタビューの中で中田秀俊さんもおっしゃっていて、それがすごく印象的でした。でやっぱり98年のフランスワールドカップっていうのは日本にとっても初めて、中田さんにとっても初めてのワールドカップでしたし、次日韓挟んで2006年ドイツっていうのは、まあ、中田さんにとって現役最後の舞台でもあり、最後のワールドカップでもあるので、やっぱ今までもインタビューとかで答えることも多かったし話す機会も多かった。ただ意外なことに
あの当時のトルシエジャパンの、まあ、大黒柱でありエースであり、まあ、顔でもあった中田さんがあんまり日韓大会についてあの語っていなかったし、金子さん自身ずっと取材されてきたけどあんまり聞いたことがなかったって おっしゃっていたのが、うん、興味もなかったっていうのは正直ありましたよね。なるほど。じゃあ今回ナンバーがこんな特集を組んだことによって初めて聞いてみた。まあ正直うわーとは思いましたけどね。うん、どうでしたか中田さんの反応は。いやもうインタビューって何回やってもやる前って緊張しますけど、はい、今回はまたちょっとだいぶ緊張しましたね。中田さんのインタビューは、まあ、どちらも川淵さんとしても。そうですよね。でも旅人に関して言うとうわーこのテーマ話さなそうっていうのがすごくあったんで。確かに。あの中田さんあの昨年とかもあの何番特集には出ていただいてますけど、そんなやっぱ自分自身の過去のことを振り返るっていうことをあまりされてこなかったので、イタリア時代は別なんですけど日本代表に関してあまりお話されてきてない印象があったので、そこを今回引き出してほしいという僕からのお願いを金子さんにも一回断られつつ強引にお願いをしたという次第ではあったんですけれども、まあまあでも勉強にはなりましたね。面白かったですね。考えさせられました。いろいろ。なんか中田さんのインタビューで印象に残っているとか、金子さんでも初めて聞いたという言葉って何かありましたか。あの原稿にはもちろん書いていただいてるんですけど、これも僕が聞いたというよりその場にいた宇賀編集長がね、はい、あの印象に残ってる試合ありませんか、はい、でこの印象に残ってる試合とかありませんかっていう類の質問って僕の印象としては彼が一番嫌うタイプのあれだったんで、はい、うわと思ったんですけど、まあ、非常にこう気分よく、そしてあの意外な答えを口にしてくれたので、そうですね、これは助かりましたね。確かに、これちょっと補足させていただくと、永田さんがそのサッカーにおいて大事なことというお話をされている中でコントロール、試合を支配する力っていうそのお話をされていて、それがあのなんていうのゲーム、あのプレステとかそのファミコンとかそのゲームでもゲームってコントロールするから面白いんじゃないですかみたいなことを言いつつ、でもそれってサッカーでも同じですと。でもどれだけのサッカー選手が今その試合をコントロールすることを考えてますかというような言葉を金子さんのインタビューの中でおっしゃっていて、でその文脈で宇賀編集長がコントロールって意味でおいて印象に残ってる試合はと聞いたら、実はあの日韓大会の中の一試合の名前が出てきて、でそれはやっぱり金子さんにとっても意外でしたか。うん、ロシア戦がどんな試合だったかっていうのも本当に覚えてないので。あ、本当ですか。はい、いやあの僕当時はもちろん生で見ていて、この特集を作り始める前にロシア戦は90分見返したんですけど、うん、まあ、やっぱり20年っていう時間ってやっぱ人の記憶を薄れさせるには十分で、うん、まあ、稲本のゴールとか、うん、宮本恒がなんかすごい頑張ってスライディングで相手を止めた場面とかは結構覚えてたんですけど、中田さんが後半の、71分にすごいいいミドルシュートを打って、 それがバー直撃してるんですね。ですごいいいシュートだし、もうそれを全く覚えてない。で90分通してみるとやっぱり、まあ、他の選手にはちょっと申し訳ない言い方になってしまうかもしれませんけど、あのチームの軸は中田さんであり、うん、中田さんが、まあ、僕はその時コントロールっていう感想を抱きませんでしたけど、中田さんのチームだったなっていう印象がすごく強かったので、それがなんかご本人の言葉でもなんかああいうふうななんていうの記憶として残っていたっていうのはなんかすごく面白かったですね。まあ、僕自身もレベル低いながらもちょっとサッカーをやり、はい、でたくさんの選手見て話聞いてきましたけど、はい、ボールをコントロールしようとする選手はそこら中にいるんですけど、はい、試合をコントロール支配しようと思ってプレーしてる選手っていうのには正直出会ったことがないですね。多分考えたこともないっていう日本の選手がほとんどなんじゃないのかな、うん、今でも。なるほど。あ、そんなこと考えてあなたサッカーやってたのねっていうのはちょっと衝撃でしたね。あ、ずっと中田さんの言葉聞いてこられた金子さんでもやっぱそこは驚き、うん、初めて。うーん、彼の感覚でいくと
ほとんどの日本人選手はゲームにコントロールされちゃってるんだよね、はい、うん、主体性が自分にない。でもコントロールってすごくシンプルな言葉だしみんなが知ってる言葉ですけど、うん、あの大きいピッチで味方11人相手11人審判っていういろんな要素が詰まってるサッカーっていうゲームの中で、うん、1人がそのゲームとかを他人をコントロールしようってめちゃくちゃ難しいことだと思うし、うん、その難しいからこそみんなが考えないかもしれないんですけど、うん、それを多分中田さんはなんかこれは変に誇張とかじゃなく本当に現役時代から考えてらっしゃったっていうでしょうね、うん、で多分彼の考える理想っていうのは11人全員が考えているということだと思うんですよ、うん、支配するために支配するために11人が考えるようになれば多分即史上最強の日本が出来上がるはずなのに、うん、なんで考えないんですかっていうのが現役時代からジレンマとしてあったんでしょうねっていうことをすごく感じましたね今回のインタビューを横で聞かせていただいていて、うん、この間新しい国立競技場で観戦したブラジル戦についてもやっぱりそこに一番こうジレったさ感じてるみたいでしたもんね。そうでしたね。なんかやっぱりその一人一人の選手の技術は上がっていったりほとんどの代表選手がヨーロッパでプレーをしていたりっていうところに関してはあの20年前とは全然違うということをおっしゃりつつもやっぱそのコントロールする意思みたいなものに関しては、うん、結構辛口のコメントでしたよね。っていうふうに言われてからいろんなサッカーの試合を見てみると、はい、わ確かにこれ意図は何っていうプレーが日本のサッカーすごく多いなっていうのが初めて見えてきた気がしましたね。あ、そうですか、はい、あの自分のところにボールが来たから取られないように誰かに渡すっていうだけのプレーが、うん、ヨーロッパでもあるんですよもちろんトップチームでも、はい、あまりにも多いなと。なるほど。その瞬間あなた知恵使ってますか考えてますかっていうと多分何にも考えてないだと思うんですよ、うん、それが残念ながらまだちょっと多い。なるほど。っていうのがなんか初めて見えてきました。なるほど。中田さんの短い言葉によって、うん、サッカーバカを自称された金子さんのサッカーの見方も少し変わるぐらい。何かを探るためのパスじゃなくて意味のないパス、うん、その意味のないパスを散りばめることによって意味のあるパスを際立たせるのであればいいんですけれど、うん、それが続いちゃう。なるほど。無意味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 。これってすごく大変なようででもリフティング1回もできない子に1000回できるようになれっていうよりはずっと簡単なことじゃないかなという気もするんですよね。そうですね。だから現状と可能性を改めて教えられた気がしました。なるほど。あのちょっと特集から脱線しちゃうんですけど今回あの特集を作ってる最中に今沖縄にいる高原さん、はい、高原直弘さんにインタビューをする機会があってで、今高原さんが沖縄でその社会人リーグで、うん、あの今 JFL 昇格を目指して戦ってるんですけどそこでどんなサッカーをやろうとしているかみたいな話になった時に、うん、今金子さんがおっしゃったのと全く同じことをおっしゃっていて要するに僕が選手に今高原さんでオーナー兼監督兼選手なんですけど監督として言ってるのはこのプレーにどんな意味があるか意図を説明をしろ分かりませんなんとなく、うん、じゃあそれを説明できるようなプレーをしろそれは考えろっていうことだっていうことしか言ってないって高原直弘が言ってた。で僕中田さんのインタビュー聞いて金子さんの原稿をいただいて読んで結構中田さんと言ってることが根っこの部分で結構共通しててそれが今高原さんも実際指導の現場に立っててもできない人がすごい多いっていうことを言っていたのでこれはだから川淵さんにもインタビューさせていただいたじゃないですか、はい、で川淵さんが言ってたことも考えろ考えろだったわけですよね。おっしゃる通りですね。で選手たちが考えないっていうんじゃなくて今の日本人が考えるのちょっと苦手な子が増えてるのかなという気がしました。うーん川淵さんが J リーグを立ち上げたのって何もないところに立ち上げたわけじゃないですか、はい、でも今の J リーグって基本前例踏襲ですよね、はい、
それは川淵さんが考えていたのと同じぐらい考えているとはとても言えないと思うんですよ、うん、でも最初だから必要だったじゃなくって、そうやって川淵さんのように考える人がいつだろうとたくさんいないといけないはずなのに、はい、いないわけで、選手ばかりをちょっと非難はできないかなという気もしました。そうですね、川淵三郎さんにも、お話を伺って、でこれは僕びっくりしたんですけれども、金子さん長年日本サッカー取材されてきて川淵さんにインタビューするの初めてだはい、初めてです。で飛行機の中で隣り合わせになったりとかありましたけど、はい、初対面がすごい印象的。初対面の川淵さん感じ悪かったですよどんな感じだったか。初対面というか、僕は囲み取材で川淵さんの周りにいたことありましたけど、2002年のワールドカップを招致活動をしている時に、はい、招致委員のメンバーの方たちがスイスで、はい、FIFA 本部にいらして、なんか活動したのかな、はい、その時に僕スペイン留学しましたんで、スペインからスイスまで行って取材に来ました、はい、まあ、よろしくお願いしますと言ったら、ほう、茶髪にピアスか川淵三郎から日本の記者も偉くなったもんだなって言われて、うわ感じ悪と思って、その後岡野俊一郎さんのところに行ったら、茶髪にピアスですか、やっと日本にもあなたのような方が出てきてくださいましたねって言われてそれは皮肉ではなく、いや本当に、私が若い頃初めてイングランド行った時に、記者の方の自由なスタイルにすごく感銘を受けたんですよと言われて、はい、岡野さん大好きに、まあ、ダイヤモンドサッカーで育ってますから、もともと好きなんですけどね。なるほどなるほど。その時はもう初対面でカブさんにガツッとガツンと言われて、まあすごすごと帰ってきた僕も情けないですけどね、そこでまあでも当時のカブさん油乗り切ってる時のオラオラ系ですからね、怖かったんだろうなと想像しますけど、でも今回のインタビュー、実はサッカー協会に取材申し込んだらすぐご快諾いただいて日程は出てきたんですけれども、インタビューの直前ですね、僕の携帯電話に見知らぬ電話番号から電話がかかってきまして、誰だろうと思って出ると、取材のことだけどちょっと無理なんだよって言われて、あ、すみません、どちら様ですかって言うと、川淵だよ、あ、で金子さんもちょっと原稿のエピローグに使っていただいてるんですけれども、なんかどうもあまり最近日本サッカーについて川淵さんご自身が発信してらっしゃらないので、うん、ずっと、J リーグ含めて日韓ワールドカップの後にサッカー協会の会長やっていろんなことをやってきた自分があんまり発言してしまうことで今の現場を、縛ってしまうというか、ちょっと萎縮させちゃうのは良くないし、あんまりもう当時のことを覚えてないからってちょっと謙遜もあって一回お断りされそうになったのをなんかちょっと淡くってなんとか説得して、で金子さんもぜひ、金子さん答えられるかな、金子さんの鋭い質問にとかってブツブツ言いながらも結局インタビューの場には応じてくれたと。でさっき金子さんが中田さんの話と結びつけてお話をしてくださったように、結局経営者もリーグの運営をする人も、さっきの選手が考えてないと一緒に、川淵さんが今一番何か言いたいことって自分の頭で考えて自分の頭で行動しろと。でそういう人たちの意見だったら僕の作ってきた枠組みとかルールは壊したっていいよっていう、そういうメッセージでしたよね。うん、川淵さんならきっとそうおっしゃってくれるだろうと思いつつ恐る恐るぶつけた J リーグ企業名解禁することについてっていうのに 100% 反対ではないっておっしゃってくれたのはちょっと嬉しかったし、うわ言ったかそれをっていう衝撃みたいなのもありましたね。そうですよ、金子さんその点結構詳しく原稿にも書いてくださってますけど、やっぱり J リーグが発足した時に、野球との比較でやっぱその企業主導じゃなく地域主導っていう理念がすごく華々しく打ち出されたりし、すごくいいものだったと思うんですけど、やっぱそこの、なんていうの、理念に忠実でありすぎて、で議論がタブーになってる。93年 J リーグできた当時企業名を排していましたけれど企業を排していたわけではないんですよね、はい、で実際93年のキングカズの年俸が1億3000万
で94年になったらこれ2億4000万になってるんですよ、はい、巨人の原さんより全然多くなってる、うん、じゃ今ソフトバンクの千賀さん楽天の田中さんを超える J リーガーがいますかって言ったら皆無ですし、この先出てくる気配もないわけでしょ。ないですね。5億6億8億なかなか出てこないですね。でこれは J リーグができたことによって、あの当時 J リーグを排斥しよう、サッカーなんかクソだっておっしゃる野球関係者めちゃくちゃ多かった、うん、けれど排斥しようとするだけじゃなくて J リーグのいいところを取り入れようって考えた人たちもいっぱいいたと思うんですよ。そうですね。でそれが例えばホークスでありイーグルスでありパリーグって J リーグの地域密着っていう理念を取り入れて、それまでのプロ野球とのハイブリッドにしたことによってものすごい活性化したじゃないですか、はい、じゃあ今 J リーグはどこかから何かをアイデアもらってこよう、うん、あるいは見習ってみようっていう姿勢があるかというと、これ皆無ですよね、うん、あこのあたりも思考停止やわってすごい思いました。確かに、まあ、そういう意味では川淵さんもあの改革に携わられたやっぱバスケットボール、うん、B リーグ の, その各クラブのオーナーとか経営者の方がやっぱり自分で1から0から作り上げた人たちが多いから発想が柔軟だし面白いよねみたいなことをおっしゃってましたもんね、うん、今はどうだかわからないですけれど、でも一時の J リーグってああいう今の B リーグやってるのオーナー、はい、個人のオーナーが力とお金を持ってっていうのをむしろ徹底して排除しようとしてた感じがありましたんで、だから良くも悪くも川淵原理主義者になってる方多かったですよね。川淵さんも結局あの地域密着とかそういうものを捨ててるわけでも全くないけど、うん、やっぱりそれにとらわれすぎちゃって自由な発想とか自分の意思みたいなものがなくなることをやっぱすごい残念がっていたという印象ですかね、うん、あのヨーロッパのサッカーにロシアマネーチャイナマネーオイルマネーがなだれ込んで年俸がブワッと上がった、日本がそれに太刀打ちできなかった できなくなった、これある意味仕方がないことだとは思うんですよ、はい、でもプロ野球にこれだけ差をつけられてしまった、はい、これは日本の経済がダメになったからでは片付けられないですよね。そうですね。だったらプロ野球にできていることを J リーグでもできるように何か考えなければいけない、うん、し野々村さんそのあたり考えてほしいなってすごい思いました。なるほど。札幌の社長から今 J リーグのね、はい、トップになってこれからどう変わっていくかというのは楽しみですけど、今永田さんと川淵さんのお話を伺ってきましたけど、やっぱりこのお二方今そのサッカーの現場からはちょっと、まあ、身を離しているというか現場にいらっしゃらない方ですけど、まあ、でもその二人の問題意識っていうのがすごく一致していた、まあ、ある意味サッカーから少し距離感を取ってた二人が同じことを金子さんのインタビューに対して答えてくれたっていうのはなんか僕はすごく象徴的で、この特集作るときにピッチの中とかチームのロッカールームの中で何があったっていう話ってさすがにもう出尽くしてるんですね。トルシエと誰が仲悪かったとかロッカールームで誰が何を言ったみたいな話で、それだけを作っても面白くならないかなと思っていたので、まあ日本の社会だったり、まあ、メディアだったりスタジアムだったり、なんか少しその社会全体にワールドカップっていうものを通すことによってフォーカスを当てて、まあ、この20年で何が変化して何が変化しなかったのかみたいなものをあぶり出せたらなと思ったんですけど、まあ、くしくも金子さんにご担当いただいた関東と関末の2本の記事で、まあ、ある意味一番変わらなかった部分、うん、っていうのがあぶり出されたのかなというふうに思いました、うん、そうですね。ちょっと危機感足んねえなって思いました。そうですね。まあそれをまあ今後のサッカー界の人たちが、まあ、僕らもそれを伝え続けていかなければいけないかもしれませんし、まあまあ、メディアという形で何かいろいろ発信していかなきゃいけないのかもしれませんけど、そこは非常に僕としてはなんか当初の特集の狙いみたいなものが結実してなんか面白かったなというふうに思っていました。あとは取材を通じて、あ、
俺おじいちゃんになったんだなっていうのをすごい痛感しましたね。金子さんがですか、うん、あの、はい、中田さんに言われるまで忘れてたんですけど、はい、僕2002年の時に決勝トーナメント行かなかったら、はい、もうクソだみたいなことを書きまくってるわけですよ、当時の原稿にですね、はいはい、もうありえないと、絶対ノルマだと、はい、でもその4年前にワールドカップ1回出ただけで3戦全敗得点1のチームに決勝トーナメント行け、行けじゃない、行かないと恥だみたいなことを本気で僕思ってましたし、本気で書いてたわけですよ、はい、それがどれほど無茶なことだったなるほど。でこれってなんだろう、お父さんの発想だったと思うんですよ。自分の子供がお受験、はい、うちの子だったらナンバーワンのところに行けるはずだ、だから頑張れ頑張れ、やんもう落ちるなんてありえないってやってたのが2002年ぐらいの僕で、はい、今は孫を眺める目になってます、ね、だからこうなんだろう、親がガンガン言っても、はい、結局変わらないことは変わらないし、変わることは変わるみたいな、もう本当に孫を眺める目になっちゃってる。だから森保さんがチュニジアにボコボコにされてもあああとは思うんですけどトリシエがフランスにボコボコにやられた時のように腹立たないんですよね。なるほど。今から思えばサンドニでフランスに 0-5 で負けるのとホームでチュニジアに 0-3 で負けるのどっちが問題か、それはチュニジアに勝てるは大問題じゃないですかそうですね、はい、なので本当にこうサッカーを見る目が、僕はもう良くも悪くもおじいちゃんになってるんだなと。なるほど。若いパパたちに頑張っていただきたいなっていうのはすごい思いました。なるほど。今年の11月にカタールワールドカップがありますけど、まあ、20年後のワールドカップに向けて、ね、僕らナンバーとしてももちろん期待はしますし応援はしますし、でもある意味そのお父さん的に怒る部分っていうのも必要かもしれませんし、うん、まあ、いろんなあの、ね、金子さん筆頭にライターの方とかカメラマンの方とかの意見とかも聞きつつ、またそういうなんかメッセージみたいなものを伝えていかなきゃいけないのかなという気も今お話を聞いていて思いました。なんか、まあ、若いお父さんたちに頑張っていって、はい、じゃあそろそろ、はい、時間も来ましたので、なんかすごくもっとなんかいろんなエピソードというか当時の現場みたいな話になるかなと思ったんですけど、やっぱり今回金子さんと取材をした中田さんと川淵さんの話がすごくエッセンスの詰まったというか、まあ、日本のサッカーにとって大事なことっていうのをすごく考えさせてくれる記事だったので、まあ、最後今後僕らナンバー含め金子さんのような書き手を含めて僕らが日本サッカーどうしていかなきゃいけないのかみたいなことをあのきっちり考えるようなYouTube になったんじゃないかなと思います。若い書き手を発掘してください。頑張ります。ではあの今回はこの辺で失礼したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。